念入りなファンサービスをしなくちゃな。どうも皆さん、ゴミ実況者リュウです。本日なんですが、バインデッキ使っていくぞ。久しぶりだ、久しぶりだわ。バインするの、令和版バインだ。ガムシャラっていうカードとスパイクシールドっていうカードが入ってる時点で、あ、このデッキ頭おかしいなっていうのを分かっていただけるんじゃないかと思うんですが、このデッキどういうデッキかっていうと、マジで初見殺しして、バインってして勝つっていうデッキなんですよ。バインっていうのはなんか相手が攻撃してきたところにカウンターして、なんか守備力めっちゃ高くするとか、あとバーンダメージとかで勝つみたいな、そういうデッキのことをバインって呼んでるんですけど、僕。バインっていうのは遊戯王用語でもなんでもなくて、竜実況チャンネル用語です。はい。で、このガムシャラっていうカードとかスパイクシェルと相性がいいモンスターが実装されまして、新パックで。これね、フランケンっていうモンスター皆さんご存知ですか？これね、すごい相性いいんですよ。この2枚と。これね、4500打点あるけど守備力が1000しかないっていうモンスターなんですが、闇属性レベル8でモンスター2体で作れますよ。このカードはエクシー召喚でしか特殊召喚できませんよっていう効果ですね。で、一旦一度、このカードがフィールド上に表側表示で、攻撃表示で存在する限り、このカードの、素材を1つ取り除いて、手札を1枚墓地に送りますと。オーバーレイを使って手札を1枚墓地を送ると、相手のフィールドの表側表示のカード1枚を無効にできますと。守備表示にして、このモンスターを守備表示にして、無効にできますと。これね、何でも無効にできるんですよ。例えば、アリスとかと同じ感じですね。イメージ的には。例えば、狡猾な落とし穴だったら、狡猾な落とし穴に支援して、表側表示なんで、今、瞬間は、発動した瞬間は。それを表示、無効にできますと。で、モンスター効果、例えば、デス・サムライとか、まあ、ゴズキとかそういうのモンスターでもいいですけど、そういうモンスターが出してきた、で、効果使いますの効果にチェーンして無効にできますっていう効果。これ、相手段でも発動できるんでね、この効果。もうね、ありとあらゆる魔法、トラップ、モンスターの効果を無効にできるんですよ。これがすごい強い。これがすごい強い。まあ、フィールド上のカードだけだけど。なんで、これね、しかもね、守備表示になるんですね。これ効果無効にすると。4500になりました。で、効果無効にされました。守備表示になりました。守備力は1000しかありませんと。守備力1000しかなかったらさ、殴りたくなるじゃん。さすがに弱いし。1000だよ。で、次、開始ほっといたら、これ攻撃表示されて4500で殴られるんで、これほっといちゃダメだから、これ殴りたくなるんですよ。で、殴りたくなった相手の、その精神的、なんだろうな、誘導尋問みたいな感じで、精神を誘導し、殴ってきたところにカウンターでガムシャラするんですよ。そうすると、これ守備表示モンスターが攻撃対象になった時に、その守備モンスターを攻撃表示にした上で、さらに、その戦闘によって相手モンスターを墓地に送ったら、モンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与えるっていう効果なんで、これさ、要するにさ、絶対勝てるんですよ。これ発動したら戦闘ダメージ入って、で、さらにバンダメージも入るんで、これ結局こいつ4500なんで、打点が。これ絶対勝てるんですよ。これ発動したら。強すぎ？ちなみにスパイクシールドだったら、5000と6000だから6000になりますね。6000なんで2000以下のモンスターが殴ってきたら勝てます。これもこれで最強、マジで強い。だからこのゴミみたいなギミックを今日はね、使ってフランケンでバイーンってやって勝っていこうと思ってますんで、早速ね、クソデッキ製造マシンによるクソデュエルをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、さあ私デュエル、俺のターン。手札はいいぞ。手札だけはいい。手札だけはいい。さあ、サクリファイスパペットの効果発動。そして、ギミックパペットデストロイの効果発動。フィールドのギミックパペット1体を、さらに手札からギミックパペットモンスター2体を特殊召喚できる。来い！ギミックパペットナイトジョーカー。さらに、ギミックパペットナイトジョーカー。来い！そして、ギミックパペットナイトジョーカー2体で、オーバーレネットワークを構築、エクシーズ召喚。ナンバーズ22、ギミックパペットフランケン。そしてカードを1枚セット、ターン終了。俺はこれでターンエンドだ。さあ、フランケンさんのファンサービス効果は、相手ターンに一度表側のカードの効果を1回無効にしながら手札を1枚切って守備表示になるという効果。今こそいでよ。ちなみに表側だったら何でも止めれるからな、その効果も止めるぜ。いけ、ナンバーズ22フランケン。やべ、でもこれスパイクシールドを捨てなきゃいけない。こっち待って、いや、バレる。
バレるバレる、やるやる、やばいやばいやばい、コストが弱い。ちょ、殴ってこい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 、来た来た、攻撃宣言時ガムシャラの効果発動。お前はもう死んでいる。これが俺様のファンサービスだ。悔しいでしょうね。さあ、お相手の方、徳と味わってくれよ。俺様のファンサービスよな。さあ、ギミックパペットデストロイを特殊召喚。デストロイの効果発動。デストロイの効果は手札からレベル8のギミックパペットモンスターを特殊召喚できる。さあ来い、ギミックパペットマグネドール、さらにギミックパペットナイトジョーカー。ちなみにナイトジョーカーとかガチで俺しか使ってないんじゃねっていうレベルで見ないですけどね。ギミックパペットモンスターって結構展開しやすいモンスター多いんですけど、割とそこそこナイトジョーカーはマジで展開しにくいんで、戦闘にを高いされるとか書いてあるんで、カードを1枚セットする。カードを伏せる。さあ、カードを1枚セットしてターンを終了させてもらう。俺のターン。さあ来い闇遊戯くん、どうする。カードを引くぜ。カードいいだろう。さあ、お前のデッキはなんだ、ガイアか、月光か、それともなんかあれか、あとなんだ、遊戯って、遊戯デッキありすぎてわかんねえ、栄養か。20枚だから、まあ多分でも当てていいですか自分。20枚なんでムーンライトと見ました。あ、わかんねえ、まだそれは別にいいか、これは別に通していいな。あのムーンライトだった場合ね、ムーンライトフュージョンを止めないといけないんで。ちょっとフュージョンも止めれますからね、このモンスター結構強いんですよ。あの表側のカード、あ、ムーンライトですね。あの表側のカードであれば全部止めれるんですよ。だから永続トラップとか、あの永続罠だけじゃなくて、永続トラップと永続罠同じじゃん、永続魔法とか永続トラップだけじゃなくて、こういうモンスターの効果とかも止めれますし、あと普通に通常魔法とか速攻魔法も止めれます。普通に強いですこのギミックパペットフランケンっていうモンスターは。いつの間にかギミックパペットモンスターになってましたが、ただこれまた手札切るカードが弱い、まずい。殴って、お願い、殴って、お願い、お願いします、殴ってください、殴れ、きっとモンスターに攻撃だ。ファンサービスだ、行くぜ。ガムシャラの効果発動、リバースカードオープン、トラップ発動、ファンサービスだ。君のデュエルは素晴らしかった。だがしかし、僕を倒すにはまるで全然ほど遠いんだよね。さあ、お相手の方、海馬社長ですね。まあ、ブルーアイズ、ブルーアイズか、ブルーアイズはブルーアイズ出して殴ってきてくる、まあ結構殴ってきてくれそうな気するんですよね。意外と精霊竜でも殴ってくれそうだし、ガムシャラ発動されたら変身されるか。フィールドのギミックパペット、ギミックパペットデストロイの効果発動、来い、ギミックパペットマグネドール、そしてギミックパペットビスクドール、来い、そしてレベル8のモンスターを2体で特殊、オーバーネットワーク構築、エクシーズ召喚、現れろギミックパペット、モンスターをエクシーズ召喚、ナンバー22ギミックパペットフランケン。このモンスターは今日からギミックパペットと名付ける。ターン、俺のターン。結構でもギミックパペットネクロドールの制約が重すぎてこいつ出ないんですけどね。ネクロドールってギミックパペットにしか使えないっていう効果があるんで、とはルール効果があるんで、フランケンってギミックパペットじゃないんで、これギミックパペットつけてくんねえかな今から。さあ、ケンシちゃんの効果で太古の白石を切る、調和の放殺は別に止めなくてもいいかなと思ってるんだけど、止めてもいいかもしれないね、調和の放殺止め、あの調和の放殺止める説あるんだけど、モンスター効果発動、あ、なるほど、青木病の剣士、あ、それはしょうがないか。で、白木霊竜出てくるのか、白木霊竜出てきて、白木霊竜で止められてく、ガムシャラを、それを効果無効にしてもいいのか。これさ、変身された場合ってどうなの、
これ、対象のカードの効果をターン終了時まで無効にする。これさ、対象のカードの効果ってこれ対象から外れてるよね、これね。これ無効になんない？これ正眼に、これあれかな、これほっとくしかなかったやつかな、これもしかしたら。これあれかな、これ無効にされるか、なんか無効にされなそうだな。これなんかレール変身されたらなんか無効にならずに除外されそう。なんかデモンズチェーンとかと同じような感じのなんか効果な気がするぞ。さあフランケンちゃんどっちなんだい。さあ止められるのかい、止められないのかい。まあでもこれで変身しなかったら嬉しいな。対象のカードの効果ターンしろじまで無効にする。速攻魔法エネミーコントローラー、えこれ無効にならない、なるほど。え、これ待って、表示形式って変更できるんだっけ。あれこれでも変更できるかは、しょこの